チャンピオン梅野源氏来てくれてます。ありがとうございます。一日で腹筋が割れる鬼のキツキツ腹筋ということで現象の結果ガクちゃん必須の皆さんが何種類か知ってるか9種類だ今日は、ゲストで、はい、後輩のチャンピオン梅野源氏来てくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これね、あれなんですよ、世に恥じこる嘘をうちの社長がぶった切っていくっていう、はい、社長がぶった切るんですか。ぶった切っていくっていうことなので嘘好きですか。僕あんまり好きじゃないですね、嘘。結構嘘つきます。つかないです、つかないです。彼女に嘘つきます。あ、つきますね。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 この顔は嘘つきますね。多分切られますよ。本当ですよ、切られます。ぶった切りますよ。社長怖いな。はい、ということで、はい、今日のお題を見つけました。あ、また見つけました。いろいろツッコミどころがあります。というと、そのまず、はい、チャンネル名。チャンネル名モテフィットいいじゃないですか。モテフィット何がダメなんですか。やっぱり我々クラスになるとですね、やっぱそのモテるって言葉にはすごい敏感に反応する節がありまして。そうなんですか。はい。で、まあそのモテフィットってやってるのが、まあ吉明君という、まあ、男性の方なんですけど、その動画のタイトルが一日で腹筋が割れる鬼のキツキツ腹筋。いや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 、一日で割れたらそんな苦労しませんよ。50秒をトレーニングして、うん、休みなしで6種目で、動画も最後の方にはビフォーアフターみたいな感じで、ほら割れたでしょみたいなやってるんですよ。でも、もうじゃあもう5分やったらもうバッチバチじゃないですか。そうなんですよ。だからこれちょ、見てください。ちょっとね。もうだ今ワンパックでしょ。ワンパックです。ワンパックが、シックスパック。シックスパックに、はい、なるんですよ。だからこれで、もしその5分やった後に、折れなかったら、よしあき覚えてろ。呼び捨てになりましたけど。よしあきくん。覚えてろ。急に優しくなりましたね。急に優しくなりましたね。ちょっと怒られちゃう。しっかり検証したいと。厳しめに。それじゃあ、早速行っていきたいと思います。レッツ、ガクザップ。じゃあ、行きます。よーい、スタート。シミ。ピンピン。動きないでしょ。社長には、おまさまちがあるんですけど。いやー、怖いですね。残り30秒。自分との戦いですね。これは自分が。残り20秒。地味なの好きじゃないな。15秒。10秒。5、4、3、2、1。はい、次は仰向けになって、うん、サイド中タッチクランチ。どっちだろう。寝そべった状態で、うん、両足上げて、片方ずつ両足とも浮かせて、両足、あ、うん、片足ずつなんですけども、片方の下げてる方の足を浮かせといてください。はい。あ、これ50秒きつい。これ残り25秒です。残り15秒。ひっくり返っちゃった虫みたいな。社長、残り5秒。4、3、2、1。はい、次はリバースクランチ。手をお尻の下に引いて、足を突き上げて、お尻を持ち上げてください。お腹の下側を鍛える。
残り30秒。わあ。すげえ。すげえ。すごいですね。残り15秒。10、4、3、2、1。はい、次はウォールタッチクランチ。膝を曲げて、あの仰向けの状態で両手を天井に突き上げて、肩甲骨を上げるようなイメージ。膝曲げてて大丈夫だよ。膝曲げてて、ね、します。残り30秒。綺麗。上がってない人が一人。社長、肩甲骨まで上げて。残り15秒。社長のチートですよ。あの頭がくっつけて動く。5、4、3、2、1。はい、次はヒールタッチクランチ。仰向けで膝を曲げて地面に足を置いて、片方の手で逆足のかかとを内側からタッチします。こうやってですね。はい、これです。あ、両方膝曲げてて大丈夫です。で、あの上げてない方の足ついて大丈夫です。残り30秒。これ社長の股関節チート。残り15秒です。めっちゃニコニコしてるんで。5、4、3、2、1。はい、最後は腹筋歩きになります。両手、両足、地面について前後に手で歩いてください。残り30秒。3、2、1。はい、終了です。お疲れ様でした。汗結構出ますね。ああ。ガクちゃん。はい、ということで検証が終わりました。50秒6種目休憩なしで5分。実際やってみてどうでした？結構きついですね、50秒休みなしっていうのは。実際やってみて、はい、やる前とやった後の、はい、効果的な感じ、イメージはどうでした？いや、これ聞きますね。僕普段から結構鍛えてるんですけど、その僕ですら結構きついんで、割れちゃうんじゃないですか、これだったら。僕の検証の感想ですけども、5分で割れるのかって言われると、1回で割れるのって、そこはちょっと僕は疑問ですよ。正直なところ。内容によってはかなり負荷のある、まあ、例えばリバースクランチはかなりきついですね。はい、あのウォールタッチクランチとかね、きつかったですね。きついですね、あれ。あれ30秒に15秒のなんか他のセットメニューでやったりとかすると毎日続けられるかもしれない。そうですね。いや、でもこれかなりね効きますよ。どうですか、ヘルシャリョン。いや、今回のヘルシャリ君効きましたね。はい、珍しい。はい、やっぱりモテフィット、モテるって言葉にやっぱ敏感に反応してしまうので、やっぱりいつも以上に気合を入れて、はい、やってみました。まあ、結論から言うとですね、お腹の方割れるのか、はい、おすごくないですか、たった1回で。ということで。
でも、さっき言うと、もう湧いてる感じが。すごい。あれ？なんか同じ線がある。同じですね。全く同じだ。ここ。同じ線がある。同じ線がありますね、ここ。ねえ。行ってみましょう。ガクちゃん。検証の結果、はい、結果、社長的にはどうでしょう。あり。何を持ったり。モテたい。モテたい。願望。全然検証関係なくないですか。ということで、そして君のフィットネスにお墨付き出ました。あり。はい、モテたい、モテたい、ガクさん。チャンネル登録、高評価よろしく。